近藤がっしりファイターズ、最後に勝ち越されブサメン負け、もう終わりだよこの球団、秒で終わった。今宮川にしても初球か、まあいい試合だった、いろいろ反省してほしいの何人かいるけども。間違いなくクソゲームだろ。連戦の頭に投手ほぼ全員使って負けたのにどこがいい試合なんだよ。よっしゃあご意見なく、悔しいけど良い試合だった。軍事休ませた方がいいな。惜しかった、早く帰って寝ろ、明日デーだぞ。完全に采配がクソすぎるね。采配がこの1点差ですよね。うわー、つまらない終わり方。これで3連敗濃厚だろうけど、まあ面白い試合だったわ。新庄厳しいわ、その采配だと勝てないですって、采配のオンパレードだった。運終わる時はあっさりだな。見どころはあってナイスゲームではあったよ。6連戦の初日にこれなのがきちいけど、今年のベストゲーム明日から勢いつくぞ。ねえねえ、明日平原なのに生試しかいないの大丈夫なの？お疲れ様でした。明日がある気になれたよね。初戦に全力をつぎ込んで総力戦で当たって負けた。あとは公開処刑が待ってる。今日の新庄のコメントはどのパターンかな。初球狙うんだったらもっと引っ張って強い当たりにしてくれないと。雪屋じゃなくて上原のままだったらどうなってたかな。新庄の系統はほんと嫌い。ご視聴ありがとうございました。